こんばんは。今深夜2時やからこんな顔面で許してね。すいません。一つはチケットが始まっているところがあるので、その説明をと思って、この動画を撮っております。こちらです。東京、宮城、大阪、香川、福岡、広島、北海道、7カ所でチケットが始まっております。特にこの東京、5月13日は俺の誕生日でもありますので、絶対来てください。全国どっからでも来やすいようにまんべんなくやってますので、全都道府県からどこでも来やすいと思います。時間かかるとこもあると思いますけどね。東北ファイナルが宮城で、近畿ファイナルとか四国ファイナル、九州ファイナルとか、そういう意味で、まあ大きく分けて3種類あって、ファンクラブ VIP チケットが1個目で、2つ目がファンクラブチケットで、3つ目が一般チケットってあるんですけど、この一番上のやつが始まってますね。最前エリアで見れて、ジャミリーピンバッジがついてくるやつですね。今日までなんですけどね、申し込みが。ここから順番にファンクラブチケットとか、ファンクラブ学割3500円とか、一般のやつが始まっていきます。90分間のライブですね。まあ初めて来る人、今の段階でも 50% 以上が初めてっていう予想されておりますので、ぜひエスコートさせてください。まあタトゥーとかロミジュリとかしか知らない人もエスコートしますので、嘘つきしか知らないとか、ぜひぜひエスコートさせてください。今後もね、オールラストの公演がまた始まりますので、俺のソロライブとかもまたその都度ご説明しますので、今始まってるのは6カ所のチケットですという説明でした。以上ですよ。あ、5月13日のチケットはファンクラブ VIP チケットしかないので、お間違いなく。あと言うの忘れた。ライブの内容が新しくなりますので、51カ所ツアー来た人も来てない人も、ちょっとパワーアップしたねホワイトジャム楽しんでいただけると思いますので、まあ、まだ内容は秘密なんですけど、新曲とかもやるかもね。予習してきてくれてもいいし、一曲も知らんでも楽しませる自信もありますので。ほなね、ランニング行ってきます。おはようかな、おやすみかな、いってらっしゃいかな。一緒に頑張っていこうな。